こんにちは。まあ今日練習あって明日オフなんですけど、まあ今日リガバリですねにはなると思います。で、まあ、チームとして2対0で勝ったこと、これがまず一番の大きかったことですね。ここ1ヶ月ぐらいは負けてないし、勝ちか引き分けで来れてるので、チームとしても雰囲気いいですし、まあ今こうチームいる中で、まあ、出れてない人はねこう悔しい思いは確実にしてると思いますけど、まあでもチーム全体として通しても、非常に勢いに乗ってると思うし、前半に先制して、後半ラストにダメをして決めたという感じになります。まあ相手のフォワードの選手が非常に大きくて195以上あるでしょあれは。で、彼に対してずっと長いボールを放ってくるっていうサッカーのやり方をしてて、まあそこの競り合いとかは僕がね、担当だったりとか、セカンドボール彼らのところからっていうのはもう本当に昨日の仕事でしたけど、まあチーム全体としてそこを抑えることができたっていうのと、が悪い中でこうやっぱ右に左にちょっとねセンターバックを使って右に左にやることで相手がずれてきたので、それで1点目先制したしね、結構うまく練習でやったことが出たなというのは思ってます。まあグランデが悪いながらにやりたいことをしっかりやれたっていうのはでかかったし、まあ相手がそのやり方を変えないで90分間通してずっとそのフォワードの選手に当て続けてきたから、偶然を作らせないでやるっていうのがすごく大事じゃん。でも絶対にその中でもやっぱ偶然起きてやられる瞬間はあるんだけど、そこでまあゴールさせないでゴール前しっかりブロック作って守りきれたっていうのが大きかったかなと。でそれがあったから自分たちのチャンスの時にしっかりとカウンターを打ったっていうのもあったし、まあ守備に関して組織的に守ってくるチームではないなと試合中にやって思ったし、確かに個人個人の身体的能力高い選手はいたし、まあ、3人4人かなぐらい黒人の選手がいたりとか、まあ、そのフォワードの選手もいてすごい大きい選手がいたりとかしたから、まあ、そういう身体的能力を全面的に押し出してくるチームだったので、しっかり勝ち点3取り切れたっていうのが何よりも一番大きいことでした。次の試合、次は首位との対決なので、なんとかそこで勝って、プレーオフに向けて、勝ち続けたいなと思います。まあ、そんな感じで今日の2つの2試合思います。ではまた。